日本東京都千代田区神田錦町神田錦町は東京都千代田区の地名。現行行政地名は神田錦町1丁目から神田錦町3丁目。住居表示に関する法律に基づく住居表示は未実施である。郵便番号は101-0054。千代田区北部に位置し、神田地域に属する。町域北部は神田省船町。 神田神保町にそれぞれ接する。東部は本郷通りに接しこれを境に打ちんだ神田。神田三戸城町にそれぞれ接する。南部は日本橋側に接し、これを境に大手町に接する。西部は白山通りに接し、これを境に一橋に接する。神田西城町は商業地としてオフィスビルや商店が多く立ち並び、近年は投資用マンションが目立つようになった田は、 学校が複数見られる。東部の神田錦町1丁目の東側は、本郷通りに接している。中部の神田錦町2丁目は、オフィスビルのほか警察署、大学などがある。西部の神田錦町3丁目の西側は、白山通りに接し、中央を東西に千代田通りが通っている。錦の名は、ここに旗本の一式市の屋敷が2軒あったからという説がある。 2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、千代田区の中学校では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。町域内の中央部東西に神田警察通りが通っている。また三丁目の中央千代田通りが東西に通っている。 また、南端の日本橋川上には、首都高速都心環状線があり、当地付近に神田橋出入り口がある。町域内に鉄道駅はないが、北西側には神保町駅があり、北側には小川町駅、淡路町駅、新お茶の水駅、お茶の水駅が、西側には竹橋駅が、南側には大手町駅が、北東側方面には神田駅があり、利用できる。 明治中期の神田錦町、神田錦町は、かつて各種の学校が置かれていた場所である。ありがとうございます。